今日は大臀筋のトレーニングについてのお話を少ししていきたいと思います。よろしくお願いします。僕の動画を見てくださっている方からの質問で大臀筋のトレーニングについてのお話がありましたので、今日はですね、大臀筋、お尻のトレーニングについて少しお話をしたいと思います。で、ヒップアップのために大臀筋のトレーニングをしたいというようなお話だったんですけども、大臀筋を鍛えるためのトレーニングとしてブルガリアンスクワットという種目の解説をしてほしいというお話の中で、他の大臀筋のトレーニングもお願いしますという内容の質問をいただきました。で、僕はですね、ブルガリアンスクワット、ブルガリアンスクワットっていうのは片足をベンチにかけた状態で行う、ランジスクワットみたいな種目なんですけども、僕はですね、このブルガリアンスクワットという種目は、ボディビルを始めて17年目になるんですけども、多分 2,3 回しかやってないんじゃないかと思うんですけども、ブルガリアンスクワットをやったことがないというと、それで話が終わってしまいますので、僕なりにですね、考えたブルガリアンスクワットで大臀筋を鍛える方法というのを少しお話ししたいと思います。でまずですね、大臀筋という筋肉なんですけども、お尻の中で一番大きな筋肉になります。で、お尻の形ですねを作るための筋肉として、ヒップアップにとても関連している筋肉になります。単純に大臀筋をしっかり発達させればヒップアップになると言ってもいいぐらい、お尻のですね、アウトラインを変えるためには本当に大臀筋をしっかりと鍛えればお尻の形というのは本当に丸く変わります。でまずその大臀筋を鍛えるための方法としてブルガリアンスクワットをまず最初に説明させていただくんですけども、で他にもですね、僕が大臀筋を鍛えるために効果的だと思う種目をいくつかご紹介したいと思います。でまずですね、大臀筋の筋肉の場所ですね。大臀筋はですね、ここお尻のもうこの部分ですね、この部分の筋肉になります。で、場所としてはですね、この骨盤の上の方からこの仙骨にかけての部分から始まって大腿骨に向かって走っている筋肉になります。で、大臀筋を使う動きというのはですね、股関節の伸展っていうんですけども、足をこの状態からこう後ろに蹴り上げるようなこういう動きをするときに使う筋肉になります。あとは、大腿骨をですね、外側にこうひねる、外側にこんな風に広げるときも使うんですけども、大臀筋の主な働きはその2つの動きになります。で、それを踏まえてですね、まずはブルガリアンスクワットで大臀筋を鍛えるフォームというのを解説したいと思います。じゃあまずブルガリアンスクワットの形からやっていきたいと思います。ブルガリアンスクワットはですね、ベンチの上に片足を乗っけて、この状態ですね。この状態で行うスクワットになります。で、足の幅をですね、狭くして行うと、こんな感じで、四頭筋、大腿四頭筋が主に効くフォームになります。で、足をちょっと前の方に出して行うと、こういう形になって、大臀筋の酸化が増えるというスクワットになります。で、先ほど言った大臀筋の働きというのはですね、足をここから後ろに向かって蹴り上げる動作になりますので、階段上りなんかはね、結構大臀筋を使うと思うんですけども、あとはこう前傾してこう蹴り上げるようなこういう動きなんかも大臀筋というのはよく使うと思います。なので、陸上でいうと短距離選手みたいな、足を高く上げた状態から後ろに切り上げるような
動きだったりとか、あとは自転車ですね、こんな姿勢で自転車を漕いだりとかっていうのも結構お尻を使います。で、なのでブルガリアンスクワットで、大臀筋に効かせたい場合は足をある程度前に置くといいと思います。僕の感じではだいたいこの辺りですね。しゃがんだ時に膝があまり前に出ないようにして、で、体ちょっと前傾させるといいと思うんですけども、でっちりをしっかりと作って骨盤を前傾させた状態で、ある程度お尻のストレッチを感じられるラインというか、しゃがんだ時にこの今僕の場合はお尻がストレッチされているのが感じられるんですけども、こんな感じでしゃがめる位置ですね、そこに立つといいと思います。で、重心は前の足にかかっています。こう後ろに持っていくとこう力負荷が逃げて後ろの足にかかりますので、前に重心をかけて、で大臀筋にしっかりと負荷が乗るような位置までしゃがんでください。そこからこう立ち上がっていきます。という感じですね。でこれが余裕な方は重りを持ってダンベルを両手に持った状態で行うと、より強い負荷が大臀筋にかかります。で今、左足でやったんですけども、次は反対の足ですね。同じように足をちょっと前の方に出してしゃがむ時にお尻が大臀筋がしっかりとストレッチされた位置される位置を見つけて、その状態でスクワットを行います。両足やるとですね、後にやった足の方が、まあ、どっちも使えますので、後にやる方の足の方がきつくなります。今僕がやったようなフォームでブルガリアンスクワットを行うと、もちろん大腿四頭筋も効くんですけども、大臀筋の方に負荷がかかると思いますので、ぜひですね、今のフォームを試してみていただければと思います。ではですね、あと、他にですね、僕が大臀筋のために効果的だと思う種目をいくつか紹介したいと思います。でまずですね、一つ目は、ランジの種目になるんですけども、ランジっていうのはですね、足をこう、なんていうんですかね、前後に開いた状態で行うスクワットなんですけども、立った状態から足を一歩前に出したりとか、あるいは前後に開いた状態で体を上下にスクワットしたりとか、でそのランジの中でですね、バックランジと言われているランジがあります。で僕はですね、これは大臀筋のトレーニングに とても効果的だと思うんですけども、そのバックランジをまずは紹介したいと思います。ランジという種目はですね、このように足を前後に開いた状態で行う種目になります。でこのまま上下にしゃがむランジであったりとか、あとはですね、立った状態から今の姿勢になる、まあ、前から出したり後ろから体を出したり、まあ、これがランジという種目なんですけども、大臀筋に効かせるためのランジで僕がおすすめするのはバックランジになります。こう後ろに足を出すランジの種目になります。でこれもですね、しゃがむときは前足に重心をかけてしゃがんでいくんですけども、
しゃがんだ時にですね、この状態で体を支えると、足が大腿骨が前にいた状態で、大臀筋に負荷がかかっています。で、今、僕はここの大臀筋のストレッチを今感じている状態なんですけども、ここまで下ろして、この負荷を感じながら立ち上がって元の位置に戻す。こんな感じですね。前足に重心をかけて、そのまましゃがんで、ちょっと前傾します。で、また元の位置に戻す。これが、大臀筋に効かせるためのバックランジという種目になります。でこれも、負荷に余裕がある方は、ダンベルを持って行うといいと思います。前から見るとこんな感じですね。大臀筋に効かせるための種目として今バックランジをご紹介させていただきました。でさっきのですねブルガリアンスクワットのお話で言い忘れてたんですけども、ベンチにですねつま先を乗せるときにですね後ろの足を、足の甲を乗っけるのかつま先で乗っけるのか、でこれは僕はどっちでもいいというふうに思うんですけども、例えばですね足を乗せる台が低い場合はつま先ですね、こういうふうにつま先を立てた方がやりやすいと思いますし、台がちょっと高い場合はですね逆に足の甲を乗せて行った方がやりやすいと思います。大事なのはですね大臀筋に効かせるためには前の足に重心をかけて、体を少し前傾させて行うというフォームになりますので、後ろの足はですねうまく脱力できればどちらでもいいというふうに僕は思っています。ではですね、大臀筋に効かせるための種目として次にご紹介するのがワイドスクワットになります。ワイドスクワットというのはですねその名の通り足のスタンスをワイドにして行うスクワットになります。ではですねそのワイドスクワットをまずやってみたと思います。今日はですねここにスミスマシンがありますので、このスミスマシンを使ったスクワットをご紹介したいと思います。でまず足をですね、結構広めに開いてですね、気持ち足を前の方につきます。で、バーを引き上げてですね、この時に大臀筋をですね、しっかりと収縮させるためには、骨盤をですね、少しこう、腰にもちろん負担がかからない程度なんですけども、少し骨盤を後傾させると、大臀筋にしっかりと力が入ります。収縮されるのが分かると思います。でこの状態から今度はですねでっちりを作ってこんな感じでしゃがんでいきます。でっちりを作ることによって骨盤を前傾させることによって大臀筋のストレッチというのが感じられると思うんですけども、そこから体を起こしていって、そしてフィニッシュでまた骨盤を後傾させる。これで大臀筋がしっかりと収縮されます。この繰り返しですね。で、チリを作って、大臀筋をストレッチ。そして、上で収縮させる。後ろから見ると、
という感じになります。で足をワイドに開いてますので、あのしゃがんだ時はですね、この内転筋にも負荷はかかるんですけども、あの立ち上がった時にしっかりと骨盤を後傾させることによって内転筋にも負荷がかかります。今ですね、あのワイドスクワットをスミスマシンを使って行ったんですが、このスミスマシンがもしない場合ですね、あのダンベルを使ってあの行うワイドスクワットでも大臀筋にしっかりと負荷をかけることができます。ダンベルを持った場合も一緒で、足をしっかりと開いた状態で、ダンベルはですね、こう真ん中に重りとして、持ちます。でこの状態で、さっきみたいに骨盤を後傾させてあげると大臀筋に力が入ります。でしゃがむ時にまたでっちりを作って、こういう感じですね、大臀筋のストレッチを感じるところまで下ろしたら上げて、最後に骨盤を後傾させて大臀筋を収縮させます。しゃがんで、この時もちろん内転筋もストレッチされます。でこれはあの股関節のですね、柔軟性によって足の広げる位置というのは変わってくると思いますので、あのワイドがきつい方はですね、もう少し狭い状態で行ってもいいと思います。で収縮、ストレッチ、収縮、これも後ろから後ろから見るとこんな感じになります。という感じでですね、大臀筋に効かせるための種目として、ブルガリアンスクワットを含めた3つの種目をご紹介させていただきました。でですね、最後にご紹介する種目が、僕がですね一番大臀筋を発達させて、ヒップアップをさせるために効果的だと思う種目を最後にご紹介するんですけども、それはですね、深くしゃがんだスクワットになります。僕はですね、あんまりお尻をターゲットにした種目というのはやらないんですけども、スクワットをですね、やると結構大臀筋に筋肉痛が残ります。でもちろん、大体四頭筋にも筋肉痛が残るんですけども、僕はですね、この深くしゃがんだスクワットというのが、お尻大臀筋の発達には一番いいんじゃないかというふうに思っています。まあもちろん骨格とかですね、柔軟性とか、その人のやるフォーム、それぞれのフォームによって大臀筋スクワットをやっても、深いスクワットをやっても大臀筋にそれほど負荷がかからないという方もいるとは思うんですけども、深いスクワットを行うことで大臀筋に負荷がかかるという方はですね、極端な話、他の大臀筋の種目をですね、特にやらなくても深いスクワット、深くしゃがむスクワットをやっていれば、それだけで十分ヒップアップに効果があるというふうに僕は思っています。ですのでスクワットであんまりお尻が効かないという方は、今やったような種目というのをやっていただくと大臀筋に負荷がしっかりかかると思うんですけども、スクワットをですね行うことによってお尻も反応するという方はですね、深いスクワットというのを行うということをお勧めいたします。ではですね、最後に、僕が大臀筋に効果があると思うスクワットをですね、動画で撮りたいと思います。僕が今持てる範囲でのちょっと重たい重量でやってみたいと思います。
えないでの重量の、高重量のスクワットということで今140キロのスクワットをやってみました。大臀筋というのはですね、結構強い筋肉だというふうに僕は思っていて、ですので結構強い負荷を与えないとなかなか大臀筋というのは発達してくれないというふうに思っています。で今僕がやったちょっと深くしゃがむスクワットというのはですね、大臀筋にも、ウェイトがしっかりと乗るスクワットだというふうに思っています。で、スクワットでですね、あんまりお尻に負荷がかからないという方はですね、先ほど僕がやったような他の種目ですね、ああいう種目をやっていただければ、さらに追加してやっていただければ大臀筋にも負荷がかかるというふうに思います。でもちろんですね、スクワット以外にも大臀筋を追い込みたいという方はですね、先ほどの種目を追加して行っていただいてもいいと思います。後ろ姿はですね、自分では見ることはできないんですけども、大臀筋がしっかり発達しているとですね、もちろんお尻がこうプリッと丸くなってですね、上がったお尻というのが、上がったお尻の形というのがしっかりと出来上がるというふうに思います。ですので後ろ姿美人ってよく言葉で聞くんですけども、後ろ姿で若さをですね表現するためには、しっかりと発達したお尻というのはとても大切だと思います。今日は大臀筋のトレーニングということで、ブルガリアンスクワットを含めた僕が大臀筋の発達に効果があると思う種目をご紹介させていただきました。大臀筋のトレーニングの一つの参考にしていただければと思います。ありがとうございました。